じゃあこれからはというか、僕はまあ今ドーノ君がちょっとウォーミングアップをしてくれたんですけれども、順番にここの統合データベースセンターでやってる、いろんなサービスを順番に話していくことになります。でまず最初に私が今検索の基本的な使い方を教えてくれたので、生命科学のデータベースとか文献に特化した検索をサービスを作ってますので、その使い方を一度みんなで一緒にやってもらおうと思っています。で、ちょっと休憩が入って、それからさらに生命科学の研究に強力なツールの、説明があります。ではまず最初に、この生命科学横断検索の利用法というところをやっていきます。で、これなんですけれども、この統合データベースプロジェクトのトップページの、この、検索、いろいろこう何でもキーワードを入れて検索できるサービスは、このデータベース検索っていうところと文献検索っていうところに大体集めています。で、あともう少しさらに賢い検索ができるのが、この自然言語処理によるサービス、ここも後で詳しく説明がありますけれども、この辺りに固まっています。で、そのうちの一番上のこの生命科学データベース横断検索っていうのが、まあいわば、ここに書きましたけれども、国内外の有用なデータベースや文献を一括して検索するサービスです。で、この検索についてはデータを全部この統合センターにその配列データとかタンパク質のデータとか置いているわけではなくて、その中の必要な検索に必要な情報だけを持ってきて、そのデータを見るのはオリジナルのサイトに飛ぶという、まあ、いわば、Google でやった時の検索の感じになります。で、まあ、検索っていうのはいろいろその検索させるためのプログラムがあるので、ここにまあ少し書きましたが、私たちはこのハイパーエストレイヤーっていうオープンソースのプログラムを使ってやっていて、まあ、また興味がある人はこういうキーワードを使って Google で検索してもらったらいいかなと思います。で、今からちょっとまあデータベースセンターなんで、このデータベースのところを少しお話しさせていただきますけれども、この検索画面の横にまあ、いろいろ、文献、特許、用語の解説、基本的なデータベース、動物、植物とかいうふうに、まあ、ちょっと大雑把に分けてますが、まあ、あんまり細かく分けると箱がもうあっちたくさんになるので、しょうがないんでこういうふうに分けてますけれども、この上にデータベース一覧というところがありまして、ここをクリックしていただきますと、今この生命科学の横断検索で、検索できるデータベースと、そのデータの、まあ、数とか古さというか新しさというかバージョンのような情報が、出てきます。で、まあ、これを見るとかなり大量のレコードが一度に検索できるのが分かるんですけれども、まずは、この一番上の文献というところなんですけれども、この文献というところには現在この、日本語文献、タンパク質拡散酵素、これは皆さん本屋さんもちろんラボで撮ってる人もあると思うし、本屋さんで見たことあると思いますけど、生命科学の老舗の創設誌です。これもともと、これはなんていうか、商業誌、もちろん売って稼いで出していただいてるやつなんで、何もそのパーッとこう自由に皆さんに公開してお金を払わずに公開するっていうことは普通は今までありえなかったんですけれども、今日午前中の大久保先生の話でもありましたけれども、そのデータをデータというか文章であっても囲っていてもあんまり何もいいことなく、使われないまませっかく労力かけて雑誌を出版したのに
ずっとも図書館で埃かぶってるだけと。でやっぱそういうのはなんとかしたいと出版社の方も考えておられて、今回、こちらで、検索のサービスを提供して、で向こうはデータを提供するということで、検索できるようになりました。ただ最新号とかを検索させちゃうとそれこそやっぱり売れなくなっちゃいますので、データに関しては、2005年までのものですが、今後は最新号の検索もできて、どういうところ、どういうのが今の号に載ってるかで、それなら買ってもいいっていうようなところまで検索を持っていく予定であります。あと他にその日本語の文献でいうと、このちょっと間飛ばしますけれども、研究者っていうのは、研究費をもらうと大体毎年1回とか、その3年に1回とか、みんな一生懸命先生方は多分研究報告書っていうのを書いてるんですね。でそれは半ば義務であって、大久保先生の時話にあった論文っていうのは自分のご褒美じゃないな、なんていうかな、論文はやるべき、喜んでやる、ご利益のためにやる、そうご利益、論文書くとすごいことがあるんです。やっぱり評価もされるし、インパクトファクターもつくし、ただ研究報告書っていうのは半ば義務というか、研究費を、税金から研究費をいただいているので、ちゃんと出すっていうような、ちょっとそういうところがあるんですが、でもみんな一生懸命書いてるんですね。でそれの一番大事なところは日本語で書いてるっていうことで、一般の人とか学生さんにしても、この研究報告書を読めば、どの先生がどういう目的で、どういう計画で、どういう結果を出したかっていうのは必ず書いてあるはずなんですね。でも残念なことに、ですね、その国でやられてる研究の中には、もちろん個人で、一生懸命グラント書いて当たるやつもあるんですけれども、こういう感じで、特定領域研究とか、私あんまりよく知られませんが、もっと重要領域研究とか、そういうのが多分あります。で、国とか科学者が考えて、これは国を挙げてやりましょうとか、重点的にお金を投入しましょうっていうところは、こういう一つの課題に対してグループを作って集中的に研究をやってます。ですから、こういうところの研究がどういうことを成果に目的にやってて成果を出したかっていうのは、この研究報告書にあるわけです。でも現実こういう研究がいっぱいあるんですけれども、せっせとその先生方が書いた報告書は文部省で眠っていたり、あと本にはなってるけれども、電子版がなくて全く検索できないと。別に非公開ということはほとんどないと思いますけれども、実際は全く利用できないんですね。で、そういう状況をなんとかしようということで、こういう報告書を集めて検索をできるようにしましょうというようなことをやっています。その日本語以外に生命科学の分野で大事だって言われているのが特許です。で、私とかはもうずっと基礎の研究だけだったので、特許なんてそんなあんまり関係はなかったんですが、今生命科学というと病気もそうですし、健康もそうですし、環境もそうですし、そして大学自体が何よりその特許を出しましょうっていうことを奨励してますので、いろいろその特許の情報も私たち見れた方がいいわけですね。で、実際特許っていうのは非公開ではなく、もともと特許庁に行ったら検索できました。で、その特許の検索ってすごく難しくて、いかにその自分が、例えばあれは弁理士さんの仕事なのかな、特許の検索っていうのは、ある人にこの特許を出願しましょうと頼まれて、他に似た特許がないかどうかを徹底的に探さないといけないんですけれども、そのための検索が、日本の特許庁でもあったんです。で、しかもこういうふうに、特許は、2000何年からかな、DVD でもお金はいりますよ、実費ぐらいで、みんなも手に入れることができるようになりました。で、
手に入れることができるようになったんですけれども、その実際に特許庁行くと検索が難しいとか、かなり詳しく知ってないと検索できないということで、私たちは生命科学の分野で、まあ、割とアカデミック寄りで何か知識をここから得ようとするとなかなかうまくいかなかったんですね。で、私たちはこれをその分子のデータとか、さっきの、創設の日本語の文章とか、そういうのと合わせて検索できるようにすれば、どんなにいいことがあるだろうということで、これも、検索の対象にしています。で、それは後でちょっと実演の時に、お見せします。で、でいろいろその専門用語とか専門知識のことを、調べようとすると、まあ、今大体検索すると専門用語検索するとウィキペディアが大体上位に、載ってて、それでもうなんか大体内容を把握するっていうようなことも多いと思います。一時期はちょっと書きましたけれども、内容の信頼性に正確性に欠けるっていうことも言われてたんですが、ネイチャーが独自に調査した時にブリタニカと、比較しても劣らないという調査結果を一度出しておりまして、まあ、それもいろいろ論争を巻き起こしたんですけれども、まあ、これはさまざまなことを調べる上で用語の解説がついているということで、これを、検索すると一緒に検索結果が出てきます。で、いよいよデータベースなんですけれども、現在、生命科学のデータベースには、まあ、いろいろなものがあります。午前中に話を聞かれたと思いますけれども、例えば、あるかな、バンプじゃなくて、あ、これか、研究者が、研究で、自分のデータを出して自分で、データベースを作っているケースで、それ以外に、この大きなところですね、昔からやられているその、まあ国際的な枠組みの中で私が配列を解析したらここに出してそれから論文を書きましょうというそのバンクっていうのがあるんですけれども、普通はデータベースを検索するって言ったら、NCBI をお使いかアンサンブルの方、使われてる方は使ってると思うんですが、ここを検索するのみだったと思うんですけれども、実際にはここにない情報は他の独自のデータベースにあったり、あとバンクといったって、シーケンスセンター、今日午前中お話にあったカズさんの DNA 研究所のようにたくさんの植物とかに限ってたくさん の, データを出しているところは、そこ自体がものすごく大きなデータを持っています。ですからここに行ってだけ検索してればいいっていうのはもう、まあ割とニーズ的にはあるんですけれども、もっと他も一緒に検索したいというニーズが世の中には大体あって、だから私たちはここも検索するし、あとここも検索するし、でどこだ、報告、そう、ここも検索する、だからパテントも、パテントもだから、あ、そう、今までそのここしか一部しか見れていなかったんですけれども、私たち の, まあ、これからまだちょっと数は少ないですけれども、ここも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 検索して、皆さんの研究にいろんな情報が集まるようになっています。なっていますというか、するようにいたします。で、いろいろ、まあ、基本のデータベース、今年は私たち国のプロジェクトなので、日本のデータベースを中心に集め始めています。で、日本には KEG という有名な、パスウェイとかを集めているデータ、また読むか見に行くかしておいてほしいんですけれども、世界的に有名なデータベースがあります。で、あとタンパク質の構造のデータベースとしては、PDBJ という PDB という、もともと向こうでアメリカで構築されているものなんですが、その日本のアーカイブということで、日本語のドキュメントもついたタンパクの構造のデータベースがあったりします。で、他にも、人だと、
っぱり人のデータベースが多いんですね。あの人の研究ってお金が出てますし、みんなやっぱり病気にも興味あれば自分にも興味あるということで人がやっぱり一番多いんですけど、例えばエッチインブっていうデータベースは、産総研がやってる人の遺伝子に関する、データベースです。これはあのデータベースにはあの何種類あるというのかな、生のデータを自分でシーケンサーなり測定器から読んできて作ってるデータベースと、バンクなんかからデータを取ってきてそこにいろんな情報をつけて二次的に付加価値を高めたデータベースがあると思うんですけれども、これはその2番目の、人のゲノムが分かりました、遺伝子の配列もたくさん分かりました、じゃあそのいろんな遺伝子の情報をもっとリッチにしていきましょうというようなあのプロジェクトです。で、2番目の JSNP っていうのはこれも有名なんですが、1塩基多系というのは SNP っていうのはもう聞いたことあると思うんですけれども、日本でも SNP の、データは大量に取られてまして、主に理化学研究所と東大科研、これ同じ中村雄介先生っていうのがリーダーになってるんですけれども、その先生があのミレニアムプロジェクトとかオーダーメイド医療実現化プロジェクト、これはかなりビッグプロジェクトです、日本の中では、そこでものすごい大量 の, あの、一塩基多系のデータを集めていて、そのデータベースがあったりします。ですのでこういう日本で作られている重要なデータベースを、後でお見せするように検索できるようにしたのが、私たちの、横断検索サービスです。でちょっともう、飛ばすんですけれども、まあ、ボディーマップとかファントムとかこの辺は私たちのこの統合センターのメンバーが昔関わっていたデータベースですし、この辺り植物微生物っていうとほとんどあの日本の場合上総か、農業生物資源研究所農林水産省の方 の, あのデータベースが多くなります。で今日ちょっと薬学の方とか、参加者多いと聞いたんですけれども、医薬系のデータベースなかなか日本はそんなに充実してないと思うんですけれども、私たちのプロジェクトでは、京都大学の、科学研究所が、参加機関になってて、でこういうゲノムネットジャピックっていう日本医薬情報センターがもともと持っていて、それも隠してるわけじゃないんだけど使い勝手が悪くなってたんですよ。その医薬品添付文書情報っていうのあるんですけども、それをその遺伝子なんかと絡めて検索できるようになっています。であとはあのそれ以外にも、こういうあの糖鎖だったり脂質だったり生命に、非常に関係するものが、あります。で、まだ数は32、3なんですけれども、これから、まあ今入れてるのは特許で今入れてるのはこっちの公開された認められた特許を申請して特許ですよって言われた方をどっちだったっけ、あこっちだだけなんですけれども、特許って多分申請したら、1年半ぐらいは隠されてるんですけど、それ経つとみんな公開されちゃうらしく、今私のこの紹介する検索で、山中先生の iPS 細胞って入れてもそれはまだ多分通るかと審査の途中かなんかなので出ないんですが、こっちを入れるとそういうのが出てくるようになって、まあ、もう少し、面白くなるんですが、まあ、こういうのを今後加えていく予定です。あと今2番目に理研のデータベース群って書いたんですが、理研っていうのは日本の中で非常にデータベースをたくさん作っているところで、この理研のホームトップページに行くとデータベース一覧っていうのがあるので、ここをクリックするとたくさんのデータベースが出てきます。で、でこういうのの一部は私たちの検索にも入っていますが、まだまだあのたくさんあって、こういうのを理研と協力してなんとか統合していこうというような努力をしています。で、私ちょっと実演してみようと思ったんですが、例えば
あのこの表紙最新の実験医学なんですけれども、メタボリックシンドロームの鍵因子、もうこれすごいなんかあのメタボメタボって世の中で言ってるような感じで、これあちょっと失礼します、これを例にとりますと、まあどっちでもいいか、例えばあの2番目の論文今お配りしたのはこういうタイトルでした。 PPAR ガンマとウントシグナルを、標的とした老化生活習慣病病態解析、つまり意味わからない意味わからないというか、これにはこの、なんていうんですか、分子の名前ですね、この分子の名前、それからウントシグナルということでなんかパスウェイ的な要素も入ってきます。でさらに、老化、こういう複雑な生命現象もあって生活習慣病という病気の解析も入ってきます。つまり私たちの直面している生命科学の研究というのは今も分子だけやってたらいい、病気だけ知ってたらいいというのと全然違って、すごく総合的に見なきゃいけなくなっていて、その今までみたいに例えばジェンバンクに行って、なんかあの難解なあの配列のデータベースを見て、そこからパブメッドに行って、英語を一生懸命読んで、さらに他のデータベースに飛んでいってっていうようなことをしてると、なかなかあの理解が難しかったわけです。で、そこで私たち の, あの作ったサービスの出番なんですが、先ほどのタイトルの例えば PPAR っていうのを、これなんやと、あちょっとこれね、後で出るこういう略称を、この略称がそもそもなんやっていう人には後でちょっと紹介のあるサービスがあのすごい役に立つので、今回はまあ我慢してください。PPAR っていうので検索すると、まずあ PPR ペルオキシゾームプロリフェレーターアクティベイティッドレセプターアルファ、あなるほどな、なんかそういうことがあるのか、それでしかもここちょっと見ると分かるんですが、この分子にはあアルファやデルタやガンマがあるのか、つまりこの遺伝子はなんかファミリーかなんかそういうのをやってる、あそういう遺伝子なんだなっていうことがこの遺伝子のところから分かりますね。であと例えば、ここでこの分子についてどういう研究がされているんだろうっていうのを簡単に分かろうと思うと、このタンパク質拡散酵素のところに行っていただければいいし、すみません PDF なんでちょっとすぐに開かないんですが、それはアドビが悪いよね、うん分かんない通信の問題もあるかもしれないけど、最初から、これが開いてればこのブラウザーの中で表示させてるので多少ですから、PPAR があんまり馴染みのない人はこういうのでちょっと勉強しましょうと、で、そうでない人は、あ特許に興味がある人はじゃあこれに関する特許ってどんなん出てるんやと、ということでこういうのが見れます。で、こういう検索ができるんですが、最初はあのボーノー君が Google で、いろいろ複雑な検索をしてましたね。であの私たちの検索も、この1単語だけじゃなくていろいろ複数組み合わせたりして絞り込みをできるんですが、ちょっとこれからあのこのサービスを実際に作ってる牧口君にそのちょっとやり方を説明してもらいますので、ちょっと交代しますね。でそのやり方はこの、実習の、もうちょい言ってもらえますか、この辺りから書いてます。はい、まず、今1号のやつはやったんですけれども、アルツハイマーと入力するとどうかとかっていうことをちょっと実際にやってもらいます。